さあ続いては今すぐ食べたい楽うまご飯のコーナーです。今日もフードコーディネーター小橋ひろみさんに教えていただきます。はい、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今日ご紹介いただくメニューこちらです。はい、ナスのごちそう生姜焼き丼。はい、あの生姜焼きといえば皆さん豚肉だと思うんですけれども、はい、今日は旬野菜のナスだけで作るごちそう丼になる生姜焼きご紹介したいと思います。ナスもでも生姜合いますよね。うん、焼きナスとかね、生姜、うん、生姜をつけて食べたりしますもんね。そうですよね。うん、よくいただきます。はい、で出始めの今の時期のナスはですね、皮もとっても柔らかくって、種も少なくって水分もたっぷりですので、うん、加熱するとですね、とろけるような美味しさに変身します。うん、とろけるね。はい、でまだアクも、ね、少ない時期なので、はい、アク抜きもせずに今日は調理できると思います。うん、これ丼ですから、はい、下にご飯隠れてますよ。見えますね、うっすらね。はい、はい、たっぷりとナスをいただけますね。はい、それでは材料紹介します。はい、材料は2人分です。まずナスは中くらいの太いもの1本 200g 程度、薄力粉大さじ1、サラダ油大さじ1と1/2、ご飯2膳分、そして合わせ調味料はすりおろし生姜 15g、 濃口醤油大さじ1、きび砂糖小さじ2、酒みりん各小さじ1と1/2です。はい、それではお願いします。はい、では作っていきます。はい、まずですね、合わせ調味料こちらにですね、最初に全ての材料合わせて混ぜておいてください。はい、はい、そしてナスですね、ナスの下準備していきますが、ナスはさっと洗ってですね、このヘタを切り落としていただいて、で1センチ幅のですね、縦に、4等分にスライスしてあげてください。で切り口からもですね、すごく水分がジュージュー出てきますので、しっかり水気を拭き取ったものを、用意してください。はい、綺麗なナスですね。綺麗なナス、今日持ってきました。大きいですね、それね。はい、立派なナス、すっごい立派ですよ。で、すごく重量感もあるので、水分を、ね、すごく含んでいると思います。はい、で次ですね、粉漬けしていくんですが、はい、ナスのですね、この切った縦の長さの長さが入るポリ袋を用意していただきまして、ちょっと大きめのポリ袋がいいと思います。はい、こちらにナスと、薄力粉をですね、入れていきます。はい、大さじ1ですね。で、口を閉じていただいたら、上下にですね、振ってあげて全体にまぶしてあげてください。これ先週に引き続き今日もポリ袋を使って粉をまぶしていくんですが、はい、そうなんですよ。ポリ袋で、粉漬けすることで少量の、ね、お粉でもしっかり全体に粉がつくの と、手も汚れないですし、はい、あと最後に加える調味料との絡みも、ね、すごく良くなると思います。うん、ちょっと見てみましょう。はい、綺麗にね、ほら、綺麗についてるんですよ。本当にまんべんなく、つけすぎず、ね、そうなんです。ね、で今回は口向きが分かりやすいかな。はい、すいません、ごめんなさい。今回は先週は、ね、片栗粉をまぶしたんですが、はい、今回はちょっとカリッと焼き上げたかったので薄力粉を使っています。はい、はい、そして焼いていきますけれども、フライパンにですね、油を熱していただいて、はい、ナスをですね、焼いていきます。はい、蓋はせずに、中火ぐらいでですね、7-8分、両面こんがりとこのぐらいのね、結構色がしっかり焼き目がつくまで、焼いてあげてください。はい、で途中裏返してですね、油が足りなければ少し足しながら、焼いてあげてください。でこんがりと、このようにですね、両面焼けましたら合わせ調味料をジャーとですね、加えていきます。ジューといい音がします。はい、合わせ調味料を加えるときは少し弱火にしていただいて、煮絡めていただくと、上手にね、絡んでくれると思います。はい、これでね、もう今日出来上がりです。いい香り、生姜の、ね、香りも立ってきましたね。この香りとね、ご飯とね、最高ですよね。はい、でご飯にナスを盛り付けて出来たて熱々をいただいてください。ナスが主役に、おかずにね、はい、ね、なりますから、はい、美味しそう。そうですね。